こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではゼロから始めるチャット GPT 講座をリリースしています。チャット GPT を体系的に学びたい方は概要欄をチェックしてみてください。また、ミキミキウェブスクールの LINE に登録いただくと豪華プレゼントや勉強会に参加することができます。気になる方は概要欄、コメント欄もチェックしてみてください。ミキミキウェブスクール、チャンネル登録してね。 チャンネル登録後通知知をすすてにすると新作動画のお知らせが届きます本日は2024年最新版 ChatGPT を使って SEO 対策記事の改善を半自動化する方法についてご紹介をしていきます ChatGPT の出現で SEO 対策記事のライティングはかなり効率的に行うようにできるようになりました実際にこちらの動画で ChatGPT と SEO 対策ツール Pascal を使った SEO に特化した 記事を半自動化で作成する方法についてご紹介をしていきました。こちらかなり便利な方法なので気になる方はこの動画の後ぜひチェックしてみてください。でブログの記事はですね、ほぼほぼチャット GPT の出現によって半自動化できるようになってきましたが、記事の改善、いわゆるリライトがまだまだ手作業でやらなければならない、まあ、難しいという声もよくいただきます。でブログ記事のリライトの手順はこちらです。1、リライトすべき記事を選定する。 これは皆さんのブログに上がっている多くの記事から改善をすると効果を最大化できるものを探していく作業です。二つ目がリライトすべき記事が見つかったら実際に改善すべき項目を抽出していきます。まあ、改善とですね、一言で言ってもキーワード対策であったりリンクの対策であったりいろいろやることがあります。その中から優先順位が高いものを見つけて実際に改善すべき項目を決めていくという作業です。そして最後に実際に改善を行っていきます。 多くの場合はキーワードの追加だったり入れ替えですね。まあこういった作業が必要になってきます。そして実際の記事の執筆です。特に SEO の専門家でない方や個人でブログを書いている方にとってハードルが高いのがこの1番と2番です。そもそもどんな観点で改善すべき記事を見つければいいのか。ここすごく難しいポイントですよね。たくさんのライターの方がいれば全ての記事をリライトしていけばいいんですが、 実際、そんなリソースなかなかないですよね。なので、まずは自分で記事の選定というのが必要になってきます。で、この記事の選定ができたとしても、改善すべき項目というのがいろいろあるので、SEO の専門家でないとなかなかこの項目をね見つけていくというのは難しいんですよね。ただ、ここをしっかりしていくことで SEO をかなり強化することができ、ブログの検索順位を上位に表示させていくことができるんです。 なので、リライトという作業はとても大切なんですね。で、ここの1番と2番、このハードルが高い部分、ここを自動で実行できるツールがあるんです。それがですね、SEO 対策ツール、パスカルの中でできるんです。そして3番の実際の記事の改善。ここはもうチャット g p t に任せて作成をしていくことで効率的に、そして半自動でブログのリライトをすることができるんです。これが最新の SEO ライティングの形です。 チャット GPT にどんなプロンプトを入れれば効果的にリライトをしてくれるかというところのプロンプトも今回考えてきました。こちらもこっそりご紹介していきますので必見です。この動画を見れば素人でも簡単に SEO を強化した記事の改善をほぼ自動ですることができます。それでは一つずつ深掘りをしていきましょう。はい、それではまず一つ目のステップやっていきましょう。 多くのブログ記事の中からリライトすべき記事をどのように選別していけばいいのでしょうか。こちらはですね、SEO 対策ツール、Pascal を使用していきます。で、SEO を強化したい人はこの Pascal というツールかなりおすすめなんですが、この Pascal ってどんなツールなのっていうところを知りたい方。こちらの動画で詳しく解説をしているので、こちらを見てみてください。簡単に特徴を3つご紹介していくと、 一つ目が Google の検索順位の1位から30位を統計分析してくれるんです。で、統計分析をもとに SEO の重要な要素をスコアリングしてくれるので、主観が全く入らず、実際に上位表示されているコンテンツを統計分析して、重要な要素を教えてくれるんです。なので非常に客観性があるんです。実際にもう Google で検索順位上がっているもの、上位のものを分析して、どのようなキーワードを入れたり、 どのような構成にすれば上位表示されやすいのかっていうのを自動でまとめて教えてくれるので私たちが一生懸命一つずつ分析したり研究したりという手間がいらないんです。これ私も今まで地道にやっていたんですがもうこのパスカルを使い出したらレポートを見てそれ通りに改善をしていけば上位表示されるようになってきたのでかなり紙ツールと思って愛用しています。 二つ目が競合分析と必要なキーワードの抽出をわずか数秒でしてくれます。これも自分で分析したり調査したりする必要はありません。で、三つ目がもう使い方はとっても簡単です。自分が取りたいキーワードをパスカルに入れていくだけです。通常ですね、こういった SEO ツールって使い方が複雑で使いにくかったり、英語だったりしますが、パスカルは本当に指定のキーワードと指定のサイト URL を入れるだけでサクッと使うことができるんです。 難しい設定も必要ないので、SEO の知識がない方でも使うことができます。はい、まずパスカル使いたい方は、概要欄に貼っているリンクから飛んでもらうか、パスカル無料登録というふうに検索していただくと、こちらのページがありますので、ここから申し込むことができます。こちらに名前とメールアドレス、そして会社名や電話番号を入れていきます。 で、パスカルを知ったきっかけで、YouTube を選択して、ミキミキウブスクールと入れていきましょう。何かいいことがあるかもしれません。はい。で、こちらで送信をしていきます。そうすると、パスカルの担当の方から連絡が来まして、無料体験することができます。こちらがですね、パスカルのトップページです。すごくシンプルですよね。何か難しそうな設定は特にありません。ランキング、記事作成、競合分析、流入分析。この4つのボタンのみです。 今回はリライトすべき記事の選定をパスカルで行っていきます。何のツールも使わずに記事の選定をしていくとなると、膨大なブログ記事からね、どれを選べばいいのかわからないという方多いと思います。そんなお悩みをですね、パスカルは一撃でもう超簡単に解決できます。まずこちら、流入分析。の緑のボタンを押していきます。Google Search Console に連携している方はこちらです。今日はこのトラフィックでやっていこうと思います。 今回は私のブログの URL を使用していこうと思いますで、これで分析を開始する終わりですすごくないですかめちゃくちゃ早いですよねもう一瞬で私のブログを分析されて丸裸にされてしまいましたなんだか恥ずかしいですがどうでしょうちょっと見ていきましょうまず簡単な見方をご紹介していきます左側の円グラフがこのブログの集客の柱になっているキーワードです フリーとか、線画、おしゃれ、インスタとか、筆記体。まあ、こういったワードが多くのユーザーを集めていることがわかります。こちらが表のブレイクダウンです。まあ、どれぐらいの数値で流入してきているのかというのが細かくわかります。すべて表示というふうにすると、まあ、これ以降というのも見ることができますで。キーワードというのがこちらのグラフを元に深掘りしたものです。 で、例えば線画フリーであれば、検索順位は今何位なのかっていうのが分かったり、月間の検索数なんかも出てきていますね。あとは予想の流入数であったり、これがどのブログなのかというのも分かります。また検索順位なんかも細かく分かります。意外とインスタ写真投稿というこのワードでは1位が取れていたりとか、こういった細かいところもパスカルを使えば、もう一撃で分かってしまいます。 で、ブログはですね、リライトが必ず必要になってきます。やはり記事の改善というのをしていくことで、この SEO 上位表示というのを狙いやすくなっていくんですね。では、どの記事をリライトしていけばいいのか、この膨大なブログから抽出していこうと思います。検索順位はそこまで高くはないんだけれども、月間の検索数、これが多いもの、検索している人が多いので、流入数も増える可能性が高いということがわかります。 なので、それを抽出していきましょう。月間検索数というのがありますので、こちらをですね、ポチッと押してみます。そうすると、検索数が少ないものから表示されますので、もう一回押してみます。そうすると、月間検索数が多いものから表示されます。ここではインスタアカウント削除という月間検索数が意外と多いことがわかりますね。 ではここでですね、月間検索数が多く、検索順位が10位から20位ぐらいのものを探していきましょう。検索順位がもう既に高いものは、もうリライトもまあ必要だったりはするんですが、最重要で必要なのは10位から20位ぐらいで検索数が多いもの。この記事をリライトすることで、検索のボリュームが多いので、記事の順位が上がることを期待することができます。ではこちら、インスタグラム、ウェブ版見ていきます。 検索順位は11位。月間検索数も4万9000と多いですね。こちらで改善すべき記事を抽出していきました。それではステップ2の実際に改善すべき項目を抽出していきましょう。この記事を改善していくということは分かったけど、じゃあ実際にどのように改善をしていけば1桁台を狙っていけるのか、ここ難しいですよね。まあ、SEO のプロであれば改善点って比較的見つけやすかったり、 法則というのがあったりするんですが、素人目線では難しかったりするので、これもですね、パスカルにお願いすることができます。で、こちらの記事をホバーするとですね、丸が5つ出てきます。これの右から3つ目、競合分析という赤いボタンを押していきます。はい、そうすると、こちらの記事の分析をしてくれます。はい、そうすると結果が出ました。この結果はわずか30秒ぐらいで表示されました。 競合分析をすると、この記事に関してかなり細かくアウトプットが出てきています。例えば検索順位であったり、月間検索数、そしてコンテンツだったりタグ、インデックスドメインなどが目標でしっかりと分析されていますね。 で、このページの見方というのもですね、結構細かくあって、ここもすごく面白いところなんですが、このページの見方を詳しく知りたい方は、こちらの動画で詳しく解説をしていますので、そちらも合わせてぜひチェックしてみてください。今回はですね、この記事のリライトのポイントを探していこうと思います。ちょっとスクロールしていきます。 はい。SEO、シグナル分析。こちらを見ていくと、カラフルな丸が並んでいるんですが、こちらの中の左側に最重要というふうについています。黄緑の大きな丸ですね。こちらが改善が最も必要なものというのがわかります。ここをホバーしてみると、SEO に対する影響度が非常に高いということがわかります。具体的にはこれは、 情報の漏ら性です、まあ。イコールこれはキーワードです。他の上位コンテンツにはあるキーワードが私の記事にはないということがわかります。なのでここを改善していくことで SEO の上位表示を狙っていくことができるんですね。で、今ですね、こちらがキーワードだったんですが、他にもページの文字数だったりとか、まあ、これもですね、影響度は強かったりするので、 改善していった方がいいというのがわかりますね。あとはページのユニーク単語数であったり、コンテンツの独自性なんかは、まあ、結構いい感じでできていますね。あとはリンクの数とか H1 の数とかかなり細かく指標が出ています。はい。丸の大きさが大きいほど検索順位に及ぼす影響というのが高いということがわかります。なので丸の大きいものからまず取り掛かっていきましょう。そしてですね、左側、右側というふうに位置があります。 右側に行けば行くほど最適値に近いです。なので右側に丸があれば結構いいよというポイントですね。で、左側にあるものはもう改善が結構必要ということがわかります。まあいろいろお伝えしたんですが、最重要、重要、この2つをまずやっていけば大丈夫です。またこちらの最重要を改善していこうと思います。こちらの黄緑をほばわして、さらに詳しくを押していきます。こちらが改善点です。 これちょっとスクロールして見ていきましょう。この赤いところ、これが上位ページでの使用頻度が80%以上のものです。まあ、例えばですね、バンっていうものだったり、インスタグラム、投稿、アプリ、解説など、この検索ワードで上位表示されているサイトが使っているキーワードというのがわかるんですね。これらのサイトで80%以上使われているのが、この赤で書かれているキーワードです。 で、スクロールをしていくと、チェックが入っているものがあります。これがですね、私のブログでは入っていないキーワードです。ちょっとスクロールしていきましょうか。まあ、さらに敵とかスマホとか使うタブーとか、こういうキーワードが入っていないよというのがわかります。次はですね、こちらのキーワードで上位表示されているページで50、50%から79%使われているキーワードです。 まあ先ほどの赤よりも使用頻度は低いんですが、大切なキーワードが入っている可能性が高いというワードをパスカルが抽出してくれています。で、チェックで入っているワードがあるんですが、これを一個一個コピーしてまとめていくの大変ですよね。なので CSV でまとめてダウンロードしていきたいです。その時はですね、上にダウンロードボタンありますので、こちらを押していきます。 はい。そうするとダウンロード準備完了なので、HTML でダウンロードするのか、CSV でダウンロードするのか、また両方なのかというのを選んでダウンロードをしていきましょう。今回ですね、情報をフィルタリングしやすいので、CSV で見ていきます。まずですね、見方なんですが、左側がキーワードです。G がですね、ジョイページで表示されている使用割合です。 結構こちら見ると詳しくわかりますね。例えばインスタグラム m というワードは任位のサイトでは113回とか上位表示のサイトでどれぐらい使われているのかというところまで詳しくわかります。私のおすすめはこの6番のところですね。こちら並び替えとフィルター。そしてフィルターを押します。こちらで相当できるようになります。こちらでチャット GPT に出る単語を抽出していきます。まず上位ページへの使用割合が100%の単語。一度選択してコピーしていきます。 で、別タブ作っていただいて、貼り付けていきます。次は指定 URL の出現回数。こちらをクリックして、一番上をクリックして選択を外します。そして空白セルを選択しましょう。こうすることで、ジョイページでは使われているキーワードですが、私の記事では使われていない単語というのを抽出することができます。ジョイページでの使用割合が88.9%のものから55.6%までのもの。こちらをコピーしていきます。 まず100%のものだけ抽出した理由ですが、上位ページで表示されている頻度が多いキーワードなので、求めている文章、つまり SEO で上位表示されるような文章が作られやすくなります。なので100%のものはまず全て使っていきます。で、自分の記事にはなくて、上位記事にはある単語、これを55.6%まで使うのは、私が何回か検証した結果、55.6%のものまでの単語を使えば、 結構しっかりとした文章を生成できる傾向にあります。あとですね、44%以下は単語数がかなり多いので、GPT への入力数というのを考えて、55.6ぐらいまではいいかなと思います。で、先ほどの100%の単語と 55. 6、55.6%までの単語、こちらをコピペして、GPT に貼り付けていきます。こちらでステップ2のリライト改善箇所の抽出。こちらが完了しました。では実際に GPT にリライト記事を書いてもらおうと思います。 では次、ステップ3です。チャット GPT を使って、実際にパスカルに抽出してもらったキーワードを使って、ブログをリライトしてもらおうと思います。で、リライトの難しいところは、実際にもうすでにある記事、こちらの内容に成功する記事を書いてもらうことですよね。いきなりつながりのない記事を書かれても困るので、今回ご紹介するプロンプトをぜひ使ってみてください。まず一番最初、こちらのプロンプトを入れていきましょう。 以下の記事の内容を読んで理解したらイエスと回答してください。こちらはですね、先ほど皆さんがパスカルにキーワード抽出してもらった記事リンクです。で、そうするとチャット GPT がイエスというふうに答えてくれました。URL を入れると、裏ではビングが動いて実際にチャット GPT が記事の内容を読み込んでくれます。で、イエスと返ってきたら次にこちらのプロンプトを入れていきましょう。 以下の2つハッシュタグ、単語を全て使用してってまず入れていきます。で、この単語というのが先ほどパスカルからコピーしたキーワードのことです。で、先ほど読んだ記事に追加できる、えー、内容が適合している新しい見出しと H2 の中のお見出し、H3 ですね、を作成してください。で、またその際に以下の2つハッシュタグ、ルールを確実に守ってください。ここまで理解したらイエスと回答してください。で、ここで2つハッシュタグのルールを入れていきますね。 h2, h3 は複数作成してください。複数という風に入れないと一つしか出てこないことが結構あったりしたので、ここは複数という風に入れるのがポイントです。で、アウトプットはマークダウン形式で出してください。で、マークダウンというのはそのままワードプレスにコピーして貼り付けると、h2 とか h3 を反映してくれます。で、単語をすべて使用するまで見出しの改善を続けてください。で、キーワードをですね、すべて使ってくれないこともね、あったりします。一回では。 なので改善をし続けてくださいというふうに入れていきます。で、改善をする際、単語を何個使用したか教えてください。毎回何分の何個使ったかっていうのを教えてもらうようにしていきます。でアウトプットは日本語で出してください。すいません、日本になってますね。日本語で出してくださいというふうに入れていきます。そして、ハッシュタグ単語の後に先ほど Excel からコピーしてきたキーワードを貼り付けていきます。 これで入れるとチャット GPT からイエスという風に返ってくるのでお願いしますと入れましょう。そうするとアウトプットが出てきました。もうしっかりマークダン形式で出てきましたね。合計16個の単語を使用しましたという風に出てますね。で、今回ですね、59個の単語、キーワードがあるようなのでさらに改善お願いしますと入れていきます。で、了解しました。残りの単語を使用してさらに改善された見出しですというのが出てきました。 で、これで6個の単語を使用しました。今、59分の22になりました。で、さらに改善を続けます。というふうに出てくるので、改善お願いします。というふうにすると、もうどんどん改善をしていってくれまして、今度30個になりましたね。まあ、これをですね、どんどん続けていきましょう。で、59分の38なので、もど,どん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 続けていくと、はい、54個ですね。かなり近づいてきました。 で、最終的にですね、まあ、10回ぐらい繰り返すと、はい、59分の62。お、なんか増えましたね。まあ、増える分にはいいかなと思いますので、こちらで見出しが完成しました。で、ちょっと確認をしてみると、先ほどキーワードにあった TikTok とか Facebook、Google とか、まあそういった大きいキーワードしっかり入っていますので、まあ、こちらでいいかなと思います。で、パスカルのキーワードを抽出すると、 他とか敵とか、これなくてもいいんじゃないか。ね、このセールとかね。っていうワードもあったりします。なので、こういったものは、まあ、コピー、最初からしなくてもいいんですが、まあ、めんどくさかったりするので、まあ、このままコピーして、最初は使用して、大きいキーワードですね。例えば、TikTok とか、Facebook とか、Web マーケティングとか、Google。まあ、こういったワードが入っているのかっていうのをチェックしていきましょう。ではですね、実際に H3 の中身の記事を最大500文字で作成してと入れていきます。 はい。そうすると、先ほどの見出しの内容をもとに H3 の内容を考えてくれましたで。続けてというふうに言えると、さらに見出しの内容を考えてくれています。でさらに続けてというふうにすると、続きの内容を考えてくれます。ここもうどん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 続けていきますね。 はい。そうすると、最後出来上がりましたね。で、先ほど出してくれた記事の見出しと H3 の内容が、ま、しっかりと合っているか、適合しているのかというのを確認して、問題なさそうですね。はい。こちらで出来上がりました。記事の内容も、ま、読み込んでみたんですが、基本の記事の内容とそんなに異なっていないので、はい。これでいいかなと思います。まあ、このまま貼り付けるというよりかは、ここからまた微調整は必要になるんですが、大元の枠が、チャット GPT によって出来上がりました。 はい、いかがでしたでしょうか今回私が一つずつご紹介しながらやっていったので、少し長い動画になりましたが、実際の作業ペースで言うと、パスカルでキーワードを抽出して、チャット GPT で作成してもらう。このプロンプトがあると、だいたい全部で15分くらいで作業が完了します。チャット GPT に出してもらったアウトプットを最後私たちが修正をするということを考えても、リライトを全体で1時間ないぐらいで完成することができます。 ここでのポイントは、ほぼ私の頭、頭脳は働かせていません。AI に働いてもらって、あとは細かいところを修正していくというところだけです。まあ、ここもですね、かなり省エネだなと思うポイントです。ブログをやっている方、これからブログに力を入れたいと思っている方、自力でやっていくのもいいんですが、しっかりとツールを活用していくことで、大幅に時間を短縮して作業を効率化することができるんです。そして空いた時間を別のことを始めたり、 別の作業に当てたり、業務効率化することができますので、皆さんもぜひ、この方法でチャレンジしてみてください。まずはパスカルを無料体験してみたいと思う方は、概要欄から URL 飛んでいただき、YouTube、ミキミケエブスクールという風に入れて、無料体験をスタートしてみてください。こちらの動画参考になった、早速やってみたいと思った方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミケエブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。 また次の動画でお会いしましょう動画を最後までご覧いただきありがとうございますめきむきウェブスクールの LINE お友達登録で今豪華5大特典をプレゼント中ですインスタグラム完全保存版おすすめバズワード集やチャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選完全攻略ダリスリーおすすめのプロンプト集そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。